まあロシアですかね。アラブ系。イラン。イラン。ロシアですかね。コロンビア。トルコ。西洋のと東洋のなんか血が混ざってて一番綺麗みたいな話を聞いたことが。ロシア。15歳ぐらいの人を電車の中で見たときにまあ可愛いんですよ。やっぱアジアじゃないですか。日本人可愛いと思います。僕は実はですね、拓也昔アメリカに3年ほど住んでたんですけども、まあ、何人か実は外国人さんとお付き合いしたことがあってですね、またしたいなっていう気持ちもめっちゃ強いです。できれば世界中の女性と付き合いたいです。いや答えはイエス。でもね、まあ、日本人はね、世界一人気がない、人気がない男ランキング、まあ、最後の方なんで、間違いない。そこはね、僕らの努力次第かなと思ってるんで、待っててくれこれでいいんですね。その辺もちょっとありっちゃありかなってとこですけど、まあ、未知の領域ですね。想像できないです。僕、逆に黒人とかでも全然、逆に興味がありますね。マジで。うん。黒人は最近好きなんですよ。最近ね。あ、また音楽好きなんで、音楽とか合いそうなんでね、ダンスとか。まあ、そうだね。人にもよるっていう。そう。愛してみたい。ここはちょっとしてみたくないな。してみたくないですか。自分はしてみたいかもしれないですね。いや、まあ基本的にタイプが海外の方っていうか、カナダとかですかね。好きな芸能人がハーフの方なので。マギーとかですね。日本人の女の人が一番いいです。綺麗だから。いや、それはね、機会があれば。台湾の子が可愛いですね。なんか写真集を見たんですよ今日。台湾の女子高生のね。可愛かったです。友達がその外国人好きっていうか、そういう留学先とかしてる友達がいて、そういう友達見てるとちょっと興味は湧きますね、ちょっと。韓国とか中国とかもいいですね。アジアン系も付き合ってみたいです。結婚したいです。なんか生き生き感出るじゃないですか。そういうステータスみたいな欲しいです。いや、日本人でいいかなって思います。なんかあんまり文化とか違かったらちょっと。まあ、言葉はもちろんなんですけども、まあ、文化の違いっていうのは結構でかいです。特にアメリカ人と付き合ってこういうところはちょっと風を感じてる。はい、ちょっとやっぱり日本人男子としては草食系が今多いって言われてるんですけど、僕もそんなに肉食じゃないんで、実際のところ相手がちょっとね、肉食すぎてちょっとついていけなかったかなっていう、圧倒されちゃったなっていうところがあったんで、まあ、もっと俺も男らしくガツガツいかないとなとつくづく思い知らされました。エピソードみたいなのはないんですか。まあ、やはりそういうことですよね。はい、まあ、リード、逆にあっちがリードするみたいな感じでね。ちょっと旅行先多分決めるのに、大体、まあ、自分が行ったことあるところばっかりだから、日本は。逆に、あれか、紹介しちゃえばいいのか。ってことは、ぶつかるところはないかな。言葉です。まあ、コミュニケーションが取れれば問題ないかなって思いますけど。言葉の壁はそんなに高い壁ではないような気もします。付き合ってる間だったら特に問題ないかもしれないけど、向こうの違う国の家族とかに会ったりすると、文化の違いとかできついって思うことはあるんじゃないかなって思います。外国人と結婚はありだと思います。ありだと思います、普通に。でも多分愛があれば何でも乗り切れるかなとは思うんですけど。箸とか箸が使えれば OK。 箸が使えれば、まあ、あとはなんとかなると思います。まあ、言葉だけじゃなくて、まあ、雰囲気、まあ、その、なんだろうな、食べ物のこととかね、こう流行ってるものとかも全部違うんで、いろんな国のそういう文化が触れるのはすごいいいなって思いましたね。楽しみ方の上限が、ないところ。日本人は楽しめないですね。日本人も楽しめるんですけど、際どいところ、なんか理性だとかマナーとかルールとか、そこを破ってね、遊べるのは外国人だけです。間違いない。もうそう、まあ、新しいことをいろいろ知れる。なんか陽気な方が多そうなんで、なんか会話が弾むのかなって思います。目の色が僕は大好きです。青です。
他の人に自慢じゃないですけどちょっと人とは違う日本ではできない体験ができるんじゃないか。その人の国を知りやすくなるじゃないですか。案内してもらったりとかすごい楽しいんじゃないかなと、まあまあ予想ですけど。タクヤです。ショウゴです。二人合わせて We are stand up Useless Perfect TV チェックしてみてください。よろしくお願いします。Hey guys, it's Yuta again. Well, in case you didn't get what he was trying to say by the metaphor of herbivore and carnivore man, he was talking about sex. And if you are interested in dating in Japan, be sure to check out my book. There's something I want to tell you, True Stories of Mixed Dating in Japan. And you can check out my first video about dating Japanese men. Alright, see you guys later. Ciao, ciao.